切り出し小刀の一種切り出し小刀は片刃の刃物の一種。後半の先端を斜めの刃としたもの。種として物を削るために使用される。代表的な片刃の刃物の一つであり、カッターナイフや鉛筆削りが普及するまでは、日本では日常生活において特によく使用される工具の一つでもあった。切れで小刀あるいは単に切り出し、切り出しと表記されることもあるほか、 切り出しナイフとも呼ばれる。また、硬質な木材の彫刻等に適していることから、物資消灯とも呼ばれる。後半の先端を斜めの刃としたものであり、先端は鋭く尖る。身幅、厚さともに、頭部から根元に向けて徐々に小さくなっており、厚さは背から腹に向けても徐々に薄くなっている。一般的には軟鉄に鉱鉄をつけた、つけ甲を用い、胴体部分には、 錆防止のために酸化鉄が付けられる。墓度は用途によって18度から30度程度に調整される。通常は20度であるが、継ぎ木のために使用する場合は18度程度、うなぎを裁くためのものは30度程度が良いとされる。研磨によって刀身が短くなった時に、柄の先端を切り落とし身を出して使うことから、この名がある。このため本来は、柄がついたものであるが、現在では、 柄のない状態のものでも切り出し小刀と呼ぶようになっている。様々な種類の切り出し小刀があるが、通常は右手で握り、左手で削られるものを持ち、左手の親指を切り出し小刀の背に当てて削る。ただし、長い部分を削る場合は、逆に削られるものを動かすなどの工夫が必要である。切り出し小刀は、日本では日常生活において特によく使用される。 工具の一つで、学校の図画工作の授業でも使用されていた。しかし、カッターナイフや鉛筆削りが普及するのに従って、使用されなくなっている。全体が鉄でできているため、日常的には錆びないように管理する。刃先が真滅した場合は、中と仕上げ度を用いて研磨し、最後に刃角を調整する。掛けがある場合には、最初に荒戸に掛ける。 その際、錆止めのための酸化鉄が付けてある場合は、これを研ぎ落とさないよう注意する。ありがとうございます。